の大好きな比較企画ということになってるんですけど、完成されきってて変わらないんですね、これに関しては。だいたい10万円超え出すとこういうのが使われて出しますね。はい、本日はですね、なぜ高い10万超えのマウンテンパーカー4000を比較していきたいなと思います。ということで、僕の大好きな比較企画ということになってるんですけど、比較の企画ですね。世の中にはね、こうやってパッと見たりしたら、4900円でマウンテンパーカーがあったりだとか、まあこれはさすがに安いでっていうことであっても、3万円台でもマウンテンパーカーってあったりするんですよね。その中ですよ。そんな中、10万円超えるようなマウンテンパーカー、そういうのって何が違うんとか、どういう風になってんのっていうのをね、一緒に見ていきたいなと思います。まずはですね、こちら、アークテリクス、ちょっと、この色味だけ型が古いので、ちょっとお許しいただきたいんですけども、このジャケットはずっとね、5年ぐらい前から、もうちょっと前からずっと出続けてるアイテムで、アークテリクスってめちゃくちゃ名前とか品番変わりまくんのにもかかわらず、もう完成されきってて変わらないんですね、これに関しては。だから、ずっと前から完成し続けてるジャケットって、またこれも後で紹介しますね。で、次がですね、これもお好きな方、2の人はお好きですけども、これですね、テンシーっていうブランドの、まあ、後でも言うんですけど、イタリアのブランドなんですね。で、これに関しては、さっきに言うと、ワークマンのマウンテンパーカーより機能は劣ります。だけど、ワークマンより全然高いっていう感じですね。で、次が、まあ、これが今回一番値段高いですよ。なんでかっていうとね、なんと35万円っていうことになってまして、こちらドイツのメーカーなんですけども、アクロニウムっていうマウンテンパーカーになってます。まあ、これは後で見たら、おい、いつ着んねんみたいな、そのパリコレ以外いつ着んねんみたいな感じなんやけども、それはそれですごいこだわってるなっていうところもやっぱあったりするんですよ。で、そういう感じがあって、で、最後に出てきたのがこちらですね。デサントで、最近僕も買ったばかりなんですけど、アクレス EXP っていうモデルで、これがお値段12万1000円。さっきの35万から12万にいってるから、一気に3分の1ぐらいになってるからね、安く感じるけど、普通に考えたら12万のマウンテンパーカーってめっちゃ高いんやけども、そういうことになっております。それではね、着用していくのがいいかなと思いますので、着用しましょう。アークテリクスのアルファ SV っていうモデルは M サイズで、ね、着用してるんですけど、僕はね、これね、結構プライベートでもこの5年ぐらい前からちょこちょこ着てるんですよ。だからそれによってちょっと劣化とかも若干あるんですけど、まあそのあたりもね、見てもらったらいいかなと思います。アークテリクスは普段のサイズの多分ワンサイズ下ぐらいになってると思うので、今やったらベータジャケットとかあって、その前はゼータジャケットってあったりするんですけど、結構人気品番でもコロコロ名前変わったりするんですよね。で、それぐらいアークテリクスも毎年毎年こうブラッシュアップかけてるんやけども、さっきも言ったけど、これはブラッシュアップかけんでももう完成しきってるんですよ。で、そういったジャケットになってるので、これがアルファですね。アルファ SV っていうモデルになってます。今のモデルは確かね、これがね、シルバーというか白になってるんですね。この当時はゴールドみたいな感じの夢やったんだけど、この次の年ぐらいからもうシルバーに変わっちゃって、そこからずっとシルバーなんですけど、まあ、10万円ぐらい超え出すとね、やっぱりね、こういう裏地のところって、特にこの辺変わりないけど、こういうポケットにニット使われ出すんですよね。こういうちょっと上質なニットというか、品のあるような感じのね、こういうニットが使われ出すっていうのが、だいたい10万円超え出すとこういうのが使われて出しますね。あとで紹介するデサントもね、まあ、同じような感じですわ。で、次がこの男心くすぐるジャケットね、見てください。ほら、腕立ってるでしょ。どんな感じなんかっていうと、ちょっと近くで見てもらうと、テンシーのアノラックっていうモデルなんですけども、ちょっとねマットな質感なんですよね。で、触るとなんていうの、サラサラしてるような感じで、マットなんやけども生地感としては硬いので、まあ、マウンテンパーカー、ハード系なマウンテンパーカー、まあ、いかにもメンズライクなね、感じですよね。逆に言うとね、こうドレープ感っていうのは全くないんですよ。例えば T シャツとかでこういうドレープ感があると思うんですけど、そういうのも全くない。どっちかというとパキパキしてるような感じで、このまま立つんちゃうかっていうぐらいの生地感っていうのが、こう守られてる感はねあるっていうのがこのテンシーで、これは、さっき言ったイタリアのブランドですね。ただイタリアのブランドなんですけども、生地は日本なんですよ。でね、これがね、僕が持ってる生地で、まあ僕もいろいろ作ろうと思ってね、持ってるんですけど、全く同じやつですね。色違いとかあるんですけども、このね、商品ページ見てもらったら分かるけども、確かポリエステル60で、なんかアラミドかな、なんか40って書いてるんですよ。で、これなんなんやろうと思う方もいらっしゃると思うんですけど、それなんなんかというと、アラミドってね、一応ナイロンなんですね。で、実は日本と海外で表記の仕方違うって結構あるんですよ。例えばノースフェイスとかでポリウレタンが入ってるやつとかってあったりするんですけど、あれ日本ではポリウレタン 1% 2% っていう表記するんですけど、海外では違う表記のされ方してるっていうのも結構あったりするので、全く同じ生地の名前っていうか生地の性質は一緒なんやけども、言い方が違うっていうのが日本と海外で違うかったりするんですけど、それが、これがポリエステル60のナイロン40だから、要は両方とも化学繊維で作られてるっていうことで、普通化学繊維で言うとこういうさっきアルファの SV みたいな感じで、もっとなんていうの、シャカシャカしたこう運動着っぽいアウトドア
っぽいような生地感なのに、これはなんて機能感がもはやあるんちゃうかっていうぐらい、まあこういうなんて天然素材みたいな風合いになってるでしょ。これが 10C ならではなんですけど、サイズが48ですね。で次が一番お値段の高いアクロニウムっていうジャケット、これはねドイツのジャケットになるわけなんですけども、この後ろを見ただけでもなんかちょっと違いわかりますよね。ライクソフトっていうこのゴムがね、あったりするんですけど、普通こういうのってウエストのベルトとかにこう使われて見えんようになってるやつなんですけど、これをあえて見せて持ち運び用にね使ったりするっていうところも、やられたりされております。ちなみにこのアクロニウムって先ほどドイツなんですけど、このドイツなんやけども作った人がもともとカナダ生まれなんですよ。でカナダ生まれでアークテリクスのデザイナーさんやったらしいんですね。でアークテリクスのデザイナーさんやってから、結局これを作ってるってことで、ちょっと洗練された雰囲気というか、まあめちゃくちゃゴテゴテしてるけどね、めちゃくちゃゴテゴテしてるんやけども、なんか洗練された雰囲気があるのっていうのが、まあ、僕が着てたら出てこえへんねんけども、この公式のホームページ見てください。めちゃくちゃスキンヘッドでイカスイ感じなんやけども、めっちゃかっこいい感じで写ったりしてるんですよ。めっちゃ洗練されてるなとかって思ったりするんやけど、それってやっぱりデザイナーならではのねスタートのブランドなんちゃうかなって。こうブランドによってやっぱりダウンから始まったブランドとか、カットソーから始まったブランドとか結構違うんですよ。日本のオーラリーやったらカットソーから生まれたブランドやったりとか、それこそパンツのニートっていうのはもうパンツから出てきたりして、今は上もねアウターも作ったりしてたりしてると思いますけど、もともとが何スタートかっていうのも結構大事で、まあこのムーレなんかもね、もともとはダウンの縫製してるおじさんが作ったブランドやから、ダウンはすっごい強くて、他にもダウン以外もジャケットとかも作ったりはしてるんやけども、やっぱりダウンにこだわりがすっごいあったりするって、やっぱり何からスタートしたかって大事じゃないですか。で考えた時にこういうデザインからスタートしてるっていうところで、ジャケット見てもパンツ見ても何見ても他で見たことないみたいなやつが結構多いんですよ。でそれで言うと、もう一個この話があって、アクロニムってアークテリクスのデザイナーやった。そうなんや、それが知ったことじゃないじゃないですか。俺らに何が関係あるのって話なんやけども、実はこれゴアテックスのアドバイザーもしてるらしいんですよ。だからゴアテックスのアドバイザーもしてるっていうことはですよ、ゴアテックスの最新の技術とかももちろん搭載してくるわけなんですね。だからそういうまあいろんな見た目的にも機能的にもデザインとかも含めて値段が一番高いっていう状態なんですけど、まあ、それはちょっと後でお伝えするとして、そして次がデサントですね。最後デサントっていうのがクレアスっていうモデルになってて、まあ、デサントはね日本のブランドなんですけども、まあ縫製とかは日本じゃないんですけどもね、この4つ見た中で一番これがスタンダードに見えるぐらい使いやすいけども、汎用性はあるけども特徴があんまりないっていうところもあったりするんで、まあ、最後っていうか後々ちょっと特徴もお伝えはしていくんですけど、以上こんな感じがまずはね、まあ、パッとまず見た段階で、まあ、要所要所にこう各ブランドねこだわりがいろいろあったりするわけなんですよ。でもわかりますよ。最初に言ってたさ、このワークマンとかノースフェイスとのそんなに大きな違いまだわからへんねんけど、そうじゃないですか。僕も実際問題これ最後喋った時にそんな大きな違いあるかなっていうところにはなるんやけども、ここからがね、特徴とかに行きたいなと思います。でまずはですね、このアークテリクスのこのアルファ SV、 もう完成されきってですね、こんだけコロ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 変えるアークテリクスがこれを貫いてるって言ったら、もう言ったテレビ業界でいうとこのフジテレビみたいなもので、フジテレビってあんだけコロ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 いろんな番組あるけども、いいともは長かったんですよ。いいともは長いことしたし、めちゃイケも長いことしてたっていう、あのヒット番組みたいな感じで、これはもうヒット作なんですよね。だからもう完成しきってるっていうことで、まずパッて見てもらったら、このゴアテックスの中のプロっていうモデルを採用してるから、めちゃくちゃ性能が高いので、まあこの普段の3枚のノースですとかワークマンとかに比べると、雨が来てようが風が来てようが、どんな天候が来てても濡れることもないし、体に不快感が覚えることがない極限までいってるっていうのが、まあ、とりあえずこのゴアテックスプロなんですけども、それが採用されているということになっておりまして、実はこれアークテックスだけじゃないんですよ。あとでいうアクロニウムも採用されてて、今年のモデルから。でもっと言うならアクレス EXP もゴアテックスプロなんですよ。だから普通のモデルよりもっと最上位版になってるっていうところが、まあまあ特徴としてはあるんですけど、これで言うともっと特徴があって、何なんかというと、これ人によって好きか嫌いか分かれるんですけどね、このジャケットって100デニールなんですよ。100デニールって結構分厚いんですね。あの全ノースフェイサーが通ると言われているこのマウンテンライトジャケットですら、これが70デニールなんで、デニール上がれば暴れるほど重くなってくる、重くなるってことは厚くなるよねっていうことなんですけども、これを僕の動画で知ったっていう方はまだマシなんですよ。僕の動画見てないのに知ってるってことは、これ女性は結構知ってる、女性のタイツとかでは有名なんやけども、ちょっと変態の可能性ありますので、そういう方にちょっと気をつけていただきたいなと思うんですけども、まあ、これは絶対ノースフェイサーが通るんやけども、それの70デニールを上回る100デニールあるのにかかわらず、これは裏地がないので
パッてめくってもらっても裏地ないじゃないですか。だから軽いんですよね。めちゃくちゃ軽く作られてて余計な機能とかが全くないんですよ。例えばジップとかってこういうタイプって大体ダブルファスナーなんですね。それがなくてシングルジップで、そのファスナー1個の重さすらなくしてるし、もっと言うならこの両脇のポケットもないんですよ。どこにポケットあんのってことなんやけども、ポケットあるのはこの辺なんですね。この辺にポケットがあるだけ。それなんでなんかって言ったら、リュック背負った時とかにここにカチンって止めるっていうのも考えられたりしてるから、登山とかそういうところでも使えるっていう風になってるので、非常に頑丈に作ってるのにもかかわらずとにかく軽いと。でまあそれが大阪の人やったら分かりやすいかなと思うんですけども、これね、あのスーパータマデっていうね、スーパーが1円セールやってるとこがあるんですよ。毎日だいたい1円セールやってるとこあるんやけど、そことかってもうおばちゃんとかがもうひっきりなしにチャリンコとかで突っ込んでくるんですね。その中でもこのジャケットさえ着てれば、あの引っかかって破れたりすることないですし、もうおばちゃんらと対等に戦えるっていうのを、まあやっぱアルファ SV になってくるんちゃうかなっていうところで、スーパータマデジャケットっていう言い方もしたりはするんですけど、そういったジャケットとなっております。で次の天津なんですけど、これはね、これ何がいいかっていうとね、さっきも言ったみたいに生地は日本じゃないですか。で作ったのがイタリアっていうのがめちゃくちゃいいんですよ。でなんでイタリアがいいのかっていうと、この手のねミリタリーっぽいやつってアメカジとか米軍とかミリタリーアメリカで作ること多いじゃないですか。そうなってきた時ってアメリカのやつすごい身幅ごついのありません？なんかミリタリーのフリースとか買ったんやけどすっごいごついねみたいな、あれはあれでかっこいいと思うんやけども、そういかにもこういうちょっと男の人が好きそうな生地感でスタイリッシュな感じ、かっこいい、ちょっと大人の紳士みたいな感じで着れる形ってなかなかないじゃないですか。でね、そのパターンをイタリア国内で考えてパターンも作ってるし縫製もされてるっていう感じなんですね。だからその日本人っぽくないというか、そのアメリカ人っぽくもないような感じの作り感になってるから、たまにねこれとかやったらなんかスーツ屋さんとかそういうちょっと綺麗めなところでもあの天津って置いてたりするんですよ。このカジュアルな感じのちょっと洗いの加工まで入ってるようなところの生地のやつってこれスーツに合うのと思って、まあ、僕スーツに合うかどうかは分からんけども、でもそれぐらいちょっと紳士っぽい感じのイメージなの、なんでなのかっていうと、その設計図ですよね、パターンっていうねんけども、その設計図書いたり、まあ例えばこういうのって仕様書って指示書って言うんですけど、こういうので細かくどういう風にしてね、それでどういう編み方してねとか、どういう返しをしてくださいとかっていうのも、それ生地どれ使うよとか、こういう風に裁断の仕方はこうやってくださいねとかってこと細かく決められてるんですね。でその感覚っていうのが人によっても違うけども、大きく言うとやっぱ国民性によってもだいぶ変わってくるっていうところがね、分かりやすく出てるんちゃうかなっていうのがこの天津になります。だから生地も実は特徴的なんですけど、入りって多分これ生地でいくんですよ。うわすっごい天津の生地で特徴的やなって生地から入るんやけども、実はヨーヨー分かっていくと、これパターンの方がすごいねんだ、パターンが綺麗なんやなっていうところに最終多分落ち着くと思うんですけど、そういったジャケットということになってます。それがやっぱ量産品、特に例えばこういうワークマンとかって今性能すごい上がってきてるんですね。やねんけども、そのパターンができないんですよ。でどうしても平面的というか、洋服ってやっぱりこう布と布をパチって合わせてるだけなんで、ちょっと平面的にパンパンパンで作られるんですけど、それをより立体的に作ったりだとか、あとは体のラインが綺麗に見えるように作るってなったら、やっぱり何回も何回も作らんとあかんないですよ。1回目作った、うわーこれちょっと袖長いな、2回目作ろう、で2回目作った、あこれでちょうどいいやん、だけど着丈がちょっと短いな、じゃあ長くしようみたいな感じで、それをサンプルって言うんですけど、何回も何回も何回も作って、だいたい量産する時の3倍とか4倍ぐらい値段かかるんですよ、1着作るのに。だからそれが販売額が安いところっていうのはセレクトショップもそうなんですけども、サンプルが作れないんですね。でこれはあんまり言ったら言うたらあかんかわからんけど、どこのブランドって言わへんからいいでしょう。セカンドサンプルで終わるっていうのがほとんどなんですよ。でサードサンプル、フォースサンプルまで、それはサンプルいっぱい作れば作るほど形綺麗になっていくわけじゃないですか。だってどんどん悪いとこなくしていくから。ただセカンドサンプルで終わらなあかんっていう経済的事情があったりすると、どうしても安く出さなあかんから、そこはもう仕方ないっていうことで、パターンちょっと微妙やけど、まあもう出しちゃえみたいな時も正直あるんですよ。それはもう言ったらあかんかどうか知らんけどもあるんですよね。だからそう考えると、このあたりのブランドでそんなことしないので、徹底的にデザイナーさんとかブランド運営者さんがこれやっていう形を作り出すまで諦めないので、そういったところでね、なんか知らんけどいつもこれ着ちゃうねんなとか、なんか知らんけどこれ着てる時に褒められること多いねんなってなった場合、だいたいそれってパターンがめちゃくちゃ洗練されてたりとか、設計図の段階でね、家もそうじゃないですか、むちゃくちゃな設計図書いてるところでね、どんないい材料の壁つけたり階段つけたところで設計図が終わってたら終わりでしょ。それと一緒で、洋服も設計図が綺麗になって、何回もサンプルで作ったりやったりすることによって綺麗な設計図になって最後仕上げるっていう状態が一番理想やと思うんですけど、まあ、とは言いながらお金もかかりますからね、そういうのがなかなか難しいんですけど、これぐらいの価格帯になってくると全
くそういうのが妥協なくいけるので、なんか知らんけどワークマンは1シーズンでキーヒングになるんやけど、こういうちょっと高いやつって高いから着てんのかなとかって思ったりするけど、やっぱりこう着心地に無理がないとかね、こうやって手前にした時でも引っかからへんとか、安いやつとかってなんかこれ手前にしたら袖足りてへんねんけどとかってあったりするじゃないですか。そういうのもちゃんと計算されてると。でこれがアクロニウムなんですけど、このアクロニウムのもう最大の特徴っていうのが、そのパターンは分かってるんやから、手前にしても袖足りひんこともないし、こうやって手上げたとて綺麗に体も動かせれるし、そこも全部考えた上でこういう見たことないような縫製とかがいっぱいこの辺に詰まってるんですね。これ何っていう、半袖になるんかなと思ったらならないんですよ。この前のファスナーもファスナーを2つつけるってどういう感覚なんていう感じなんやけども、ここにファスナー2つついてるんですね。これどういうことっていう感じなんやけどもね、これついててこれだけで終わりかなと思ったら、またもう一個ここにファスナーこうやって転がってるんですね。おいおいおいってなって、これつけたりしたらどう切るのが正解なのか僕にはちょっとよく分かってないんですけどもね、こんな感じになっております。ただこんなよく分からへんこといっぱいしてたら、普通って大体性能落ちるじゃないですか。全部止水ジップ使ってるんですよ。だから絶対水も入ってこへんくなってるし、もちろんこういうところとかも止水ジップが採用されてたりするので、ただただデザインだけぶち込んどけっていうブランドってあったりすると思うけども、これはデザインもそうやけども性能もぶち込んどけっていう状態になってるから、それこそセカンドサンプルなんかで終わってたら絶対作られへんじゃないですか。だってこれであちょっと水テストしてみたらなんかここから水漏れてるわってなったりする可能性もあるやろうし、じゃあここを縫わなあかんなとか、これシームテープで後ろが止めやなあかんなとかってなってくるから、そういうとこも洗練されてると。でまあベルクロなんかもこれ見たら分かるんですけど、見たことない仕様ですね。これがこういう風に長い感じになっててぐるーっと巻く、普通ってここにあのパッて生地だけ1個つけてベルクロだけでやってプチってやるだけなんですけども、こういう細部のところまでね作り込まれてると。でしかも僕買った時はこれゴアテックスやったんですけど、今のモデルはゴアテックスプロになってるので、そのあたりもいいんじゃないかと。 あとさっき言ってたあれですね、この中のやつ、これはなんか持ち運びするよとか言ったから、なんかこんな感じで持つとか言ってました。でこれが正しいんかちょっと僕はあんまり似合ってないですけども、あのどういう風のが正しいか分からないけど、こういうのが、やってるみたいです。で最後がデサントのアクレスなんですけど、まあ、これもねあのすごい使い勝手いいと思います。特に日本みたいな高温多湿っていうその湿気の多いところに持ってこい。さっき言ったあのゴアテックスプロ、ゴアテックスプロってあるわけなんですけども、さらにもっとベンチレーションで、アルファ SV もありましたけども、こういうところから熱逃がしていく、ちょっと熱いなと思ったらこうやって熱逃がすし、前のファスナーがデュエルになってるので両端の方でこうやって締めてあげるとここに間が空いてちょうど熱気を逃がしてくれるし、雨降ってきてそれじゃ困るっていう時なんかはビシッと締めてもらえば水が入ってこないようになってるし、もっと言うならポケットもちゃんと大きめで作られてるから、なんか物入れるってなったりしたら、他のとかってちょっと物入れる場所あんまなかったけれども、まあ、この辺りだったら長財布とかも全然入るような感じになってるので使い勝手もいい。でさらに、まあ、さっき言った感じでこう内側はやっぱニット系になってますね。素材的にもニットっぽい素材になってたりとかするので、この内側でも使ったりできる。ただこれやっぱニットっていうか、まあ内側はいけるか、家の鍵とかはねやっぱニット系はちょっとあんま良くないかもしれんから、まあ鍵とかやったらこっちの方がいいと思いますけど、まあそういうところがね特徴になってくるんじゃないかなと思います。もっとほんまは砕いて喋りたいこといっぱいあるけど、それは各レビュー動画で喋ってるからちょっと一旦いいでしょう。とは言いながらもね、それぞれにデメリットがあるんですよ。でデメリットに関してはこの4つを並べた時のデメリットで考えたいと思います。それぞれのデメリットだけで考えたりしたらいっぱい言うことあるんですけど、この4つで比較するとこれここちょっと劣ってますよね、でもこれが逆にいいですよねみたいな話をねさせていただいて、最後あれワークマンとか、ノーセンスとかどうやったって、あんま変わらなかったなっていう話をするかもしれんけども、行きたいなと思います。で、α SV のデメリットから行きたいなと思うんですけども、これは何なんかというと、まあ、僕は実際これも1年2年ぐらい、まあ、もっと前買ったのは4年5年ぐらい前けど1、2年着とったんですよ。で着てたからやっぱり色味とかもちょっと薄なって、洗濯もガンガンしてるからね、この辺りとか色ちょっと薄くなったりはしてるんですけども、どういうとこ使いにくかったかっていうと、もう圧倒的にこれ街で使えないんですよ。でなんで街で使われへんのっていうと、ここにポケットがない段階で、なんだかんだ男ってね、ここにポケットって必要なんですよね。なんかないとめっちゃ困るんかって言われたりしたら、まあめっちゃ困るとまでは言わんけど、あったらいいよねみたいな。だから例えば職場で言ったら男ばっかりでもいいんやけども、そこに若い女の子がそらおった方がいいよねってなるじゃないですか。あんな感じ、ここにもまあファスナーあった方がいいよね、うん、そらあった方がいいよねみたいな感じなんで、これあるとネットマジで使えると思うんですけど、ここがないから、家の鍵どうする、あポッケに入れやなあかんなとか、スマホはここしかないとかってなったりした、結構意外と僕使いにくかったんで、もう街中で着ることはなくなって、どっちかって通勤時に羽織るみたいな感じでやって使ってたんですけど、まあメリットとしてはですね、やっぱり軽量に作られてるので、ち
ょっと持ち運びするとかでも持ち運びしやすいし、こういうマウンテンパーカーって持ち運びしたらいいんですけども、僕いつも言ってますよね、このツバ曲がってんのって高校野球の甲子園の智弁和歌山みたいになってるって言ってますよね。この智弁和歌山に1回なっちゃったらもうずっと智弁和歌山なんですよ。もう一生智弁和歌山退部させてくださいって言ったって、もうそんなもん高島監督がもう無理やって言って、それはさせへんって言うから無理なんですけども、ただこのアークテリクスの方に関してはこういうワイヤーが入ってるんですよね。だからこういうワイヤーが入ってるから、これは別に調節とかはできひんねんけども、まあ、多少はもう今僕も智弁和歌山状態になってますよ。ほらなってるんやけども、このワイヤーがあるおかげでこういうなんて立体感とかはずっと保たれたりするので、えパッと見これの黒とあんま変わらんのちゃうんって思ったりするんやけど、やっぱりそういう細部にちゃんと作り込みがされてるっていうところがね、まあ、このアルファのいいところなんじゃないかなと。これで 100デニールもあんのっていうぐらい、そんな重み感じないんですけど、意外と頑丈っていうスーパー玉手ジャケットですね。で次の 10C に関しては、まあ、さっき言ったみたいな感じでさ、表記でね、ポリエステル60ナイロン40って話したんですけど、たまにコットンも一部使われてますっていうのはあるんやけども、コットン使ってる場所はこの裏地です。裏地のこのこれがコットンなんで、コットン使われてるんですけど、まあ、洗濯もね、別に全然普通にできると思いますし、洗濯表示見て洗えば全然問題ないと思うので、毎回こう絶対クリーニングで出さなあかんとかっていうところはあんま気にせんでいいんちゃうかなと思います。でただデメリットとしては何なんかっていうと、このね日本のね小松マテーレっていうところとね、イタリアのブランドが作った生地なんですよ。だからまあ生地はこれ日本のやつなんやけどっていう話したじゃないですか。でこれがね普通のままで言ったらこれなんですよ。で G ジャンとかデニムと一緒で、この天使って作った後洗いの加工をかけてるんですよ。で作った後ですよ、これを縫製全部し終わった後に洗いの加工をしてるんですよ。でそれによってこの波打つ感じとかっていうデニムと一緒のような感じが出てくるんですけども、その時に洗うだけじゃなくてもう一個樹脂かなんかで加工してるんですね。それをすることによって硬さが出るんですよ。で硬さが出るからちょっと動いたらポリポリ誰か言ってるんですよ。だから一緒に飲みに行ったりとか、友達とバーって飲みに行ったり、誰か一人ポリポリ言ってるやつおるけど誰っていう話になってくるんですね。それがちょっと気になったりするので、この加工がなければ結構動いててもスムーズなんですけど、加工があるせいでポリポリ言ってるのわかります？これが気になるなっていうのと、やっぱりもともと防水じゃないので、この中で言うたら、まあ、加工はしてるので多少の小雨ぐらいは弾いたとしても、それは洗濯してたらそういう加工はなくなってくるので、防水っていうようなジャケットじゃない。マウンテンパーカーって聞くとすごい性能が高いっていうイメージやけど、実はこれに関しては性能っていうのはあんまない。だからワークマンと比べると意外と性能だけで言うと全然下なんですよ。ただやっぱこれの強いところっていうのは経年変化ですよね。多分 10C 経年変化で調べてもらったら結構皆さん出してると思うんですけども、普通化学繊維で洗って経年変化しないんですよ。デニムとかコットンとか、要は天然繊維は経年変化するんだけど、化学繊維っていうのはしないんですね。なんでせえへんかっていう理由もあるんやけども、まあ、簡単にざっくり言うと、この糸をバチって切った時にどんな糸してるかっていうと、ナイロンとかポリエステルってめっちゃ綺麗なまっすぐなんですよ。だって人工的に作ってるから。ただコットンとかってこういったね植物のこの白いコットンボールっていうところを取って、そしたらゴミとか粉にしていっぱい剥かすみたいな、いっぱいついてるんですけど、それを綺麗にしていって糸にしていくんですよ。だから糸にした段階ではすごい綺麗になってるから、僕らはあんま気づかないんですけど、やっぱりこういう天然のものなので大小あるんですね。太いやつもあれば細いやつもあったりしたり、あと形が変なやつがあったりとか、髪の毛もそうじゃないですか。みんなまっすぐの人じゃなくて、テンパの人はちょっとテンパやし、いや俺この首のとこだけテンパやねんとかって、やっぱ人によってあるのと一緒で、コットンボールも場所によって少し曲がってたりとかっていう天然のものやからこそあるんですよ。って考えたら、生地をズバーンって切った時にまっすぐ綺麗になってるんじゃなくて少しこう曲がったりしてるんですよ。でその曲がってるところがよく擦れることによって経年変化が起きたりするんですよね。でそれ以外にもコットンってバターンって切ったら中詰まってないんですよ。中空洞になってるから、それによって汗吸ったりするっていうのもあったりするので、化繊はそれがまあ作ろうと思ったら作れるんですけど、ナイロンとかは基本ないので、そういったところで縮みが出てたりとか、あと経年変化が出たりっていうことがあるんですけど、風合いとか味とかエイジングを楽しめるっていうのが、このジャケットのもう最大の特徴になってるんじゃないかなと思います。でマウンテンパーカーで経年変化楽しむのって、僕が考えてる中でも多分これとシエラデザインっていう、もともと元祖のマウンテンパーカー、あれは64クロスって言って 60% 縦がコットンやったかな、で横がナイロン 40% やったと思うんですけど、折りの字になってるのね。こういう風に生地って折られてるじゃないですか。でそれによってさっきも言ったけど、コットンを使うと経年変化が出るので、コットン部分が経年変化してくる。で要は縦糸が経年変化してくる、横糸は経年化しないっていう状態になると思うんですけど、そういうことになってるんかな。まあデニムも全く一緒ですけどもね、64でなってるということと、そのデニムの話出したらちょっと話長くなるから、ちょっともうここは一回終わっておきます。で次が、アクロニウムですよね。でこれのデメリットは何なんていうと、やっぱり僕が悪いんですよ、完全に僕が悪いんやけど、見てもらっていいです？どうやって切るの、これはどうやったら正解なの
っていうところが分からへんじゃないですか。僕どう着ていいか分からへんから、ずーっとかけてます。でずーっとかけてるから、いつ着るっていいかよく分からへんねんけども、まあとにかく劣化しひんからね、置いてはいてるんですけど、これって多分似合う人は似合うと思うんですよ。ちゃんとワイドパンツ履いてあげたりとかして、かっこよく着れる人は着れると思うんですけど、まあデメリットはめちゃくちゃ分かりやすく、デザインが主張しすぎるから、自分が追いつけないという、デザインの方が先走って持ってるんですよ。でも自分の方がだいぶ後方走って持ってるから、服ありきになっちゃってるんですよね。服から入って、なんか余ってないなってなるけども、服と顔が同じぐらい走っていければ合うんやけども、僕全然合わへんから、ちょっとその辺が残念かなと思いますけども、逆におすすめ。ということは、じゃあどういう人がおすすめなんかっていうと、これが似合う人ってマジで唯一無二になるんだし、まあさっきも言ったみたいに、これ今年ゴアテックスプロじゃないですか。で、去年か一昨年にこれ僕買ったんですけど、ってことは、毎年やっぱり形が変わっていくんですよ。そのデザイナーさんがデザインにこだわってるから、変わっていくってことは、もうその年のそれしか同じものってあんまりなかったりするので、一回気に入ったってなったりすれば、それこそほんまにマジで人と被ることとかってほぼほぼないので、それこそアクロニウムお好きな方って多分めっちゃ好きなんですよ。でそういう方とかと多分つながると思います。ほんま街中とか歩いてたりしたら絶対にお互いあってなるから、ノーセンスとか着てて梅田とかでバーって歩いてて多分すれ違うの山ほどるけど、別になんとも思わへんけども、アクロニウム同士着ててパッてすれ違ったらおっですよねって話だ。だからそう考えたら、ほんまに人は限定されるかもしれないですけど、やっぱり唯一無二やなっていうところがね、自分の自己主張というかアイデンティティみたいなのを出せるんじゃないかなっていうことになっております。で最後がアクレスの EXP っていうやつなんですけど、これに関してはこの4つの中で比較した時にもっとも汎用性高いじゃないですか。もう一番オーソドックスやし、一番街中で普通に着たいんやけどって言われたりしたらもうこれになるんですよ。で今回ここにバッて出てきたのって、まあ大体ゴアテックスプロとか、そもそも生地がすごいこだわりがあって洗いの加工とか、さらにその上から加工もしてるっていうようなものしか出てきてないじゃないですか。一般的な防水生地とかって別にワークマンに行ってもあるし、どこに行ってもあるわけなんで、じゃなくてもっとさらに上がいいとか、逆にもっとそれで関係なく下でもええっていう、こういう天使みたいな機能全くないってやつもあれば、いやいやいや、そんなワークマンとかそのアウトドアブランドが出してるレベルじゃなくて、もう一個上行きたいっていうゴアテックスプロっていう人なんかにはもうここが落ち着くところになるんじゃないかなと思います。ただこれとね、アクレスっていうやつの比較してるやつあるんですけど、その時もちらっと言ったんですけど、ゴアテックスプロが欲しいっていう方っておそらくゴアテックスを持ってる人だと思うんですよ。だからこの動画見ていただいてて、ゴアテックス俺持ってんねんっていう人なんかはこの中で選んでいくっていうのは非常にいいかなと思うんですけど、いやゴアテックスまだ持ってないねんなっていう人なんかは、もうゴアテックス一回買ってしまって、ゴアテックスで満足される方もいらっしゃるので、それはほんまに人によっての考え方なんで、服も30万払ってゴアテックスプロがいいっていう人もいてるやろうし、デザインもやっぱ好きやねんっていう人もいてれば、いやいやいや逆に30万どころか3000円の防水生地でいいっていう人もいてはるわけやから、まあそこは人によっての考え方なんで、何がいいっていうわけじゃないんですけど、服を買うときに自分が分かって買ってるのか何にも分からんと買ってるのかってだいぶ違うじゃないですか。別に安いのを買うのが悪いわけじゃなくて、安いのでも俺こういう用途でこれやから別にこれいいよねっていう時もあるやろうし、いや逆にこういうのってこういう背景があったりディティールがあるからなかなかないからここしかないねんっていうのもあるやろうし、まあそういったところでね、一つ参考にしてもらったらいいかなと思います。だから別にこれでワークマンが悪いとかいいとか、こっちが高いから買うなとか、なんかいろいろこだわりあるからいいとか、そういう話ではなくて、それ分かった上でじゃあどうしますかっていうところがね、非常に大事になってくるのかなっていうことで、本日はですね、なぜ高いの10万超えマウンテンパーカーの4つ比較をさせてもらったっていう動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。